こんにちは。2020年の9月にですね、こういう、まあ、あまり見たくない発見をしまして、トランクに水が溜まってると。もう完全雨漏りでした。まあ、これだけ溜まるのにだいぶ、きっと気づいてない間に水が侵入してきてたと思うんですけれども、でこれ前回10月ですね、去年の、ビデオを出しまして、まあこれでうまくいったんじゃないかと思っております。まあ、うまくいったんじゃないかとか言ってます。まあ、結論から言うと全然治ってなかったということです。昨日雨が降りました。で、まあ、動画を公開すると同時ぐらいなんですけど、前回のですね、優秀乾いてる、はい、調べてみると、まあさすがにあの部分にはもう水は溜まってなかったということでしたが、あ、ここは濡れとるな。残念ながらですね、あそこに挟んだ新聞がびちょびちょに濡れてました。一回外してみよう。昨日あれだけ降ってこのぐらいか。あれだけ降ってこれぐらいって言ってますが、まあ、だいぶ濡れてますね。で、まあ原因を突き止めてやろうということで、小麦粉をですね、台所から取ってきていろんなところに塗りたくってます。これで水が侵入してきたら跡がわかるんじゃないかと思ってですね、なんかオイル漏れを見つけるのになんかこんなことやるとかいうのを見たような気がして、はい。で、数日経って雨上がりですね、チェックするんですけど、また新聞がべっちょり濡れておりまして、ただ今赤く出てるところはですね、全然水の跡がないんですね。で、どうやらあそこを伝って降りてきてるという、水が降りてきてるというよりは、今まるで出てるあそこですね、あの部分から水がこう落ちてきてると見るのが正しいんであろうという推測しました。で、まあそれから結構長いこと放置してですね、3月ぐらいまでもうなんか適当にやり過ごしてたんですが、やっぱりもう直さないとと思ってですね、これ反対側と見比べてるんですけど、どうもあのゴムのパーツのところにですね、なんか変な溝があるんですよね。この隙間からも出てる。で、あそこからこう水が入ってきてるんじゃないかという仮説を立てましてですね、で、あそこをまあ掃除して、で、これ隙間シール剤ってやつをですね、塗って、まあ、あの溝を埋めてやろうということでやっております。で、まあ割とうまく埋まったんじゃないかと。溝を塞ぎました。まあこれ左右見比べてもらうと、まあ、右側のところはあそこで水が止まるはずであると。で、時は流れ4月。雨漏りの原因が多分この時点ではまだ全然実は治ってなくてですね、またいろいろ調べて、この部分がこう屋根が閉まったらここにこう当たります。解説しますね。この部分がここに当たります。で、こっち側は外、こっち側は中で、どうもここを伝って雨が入ってきて、こっからこのテープのこの辺りから滴り落ちていると。で、反対側見たらここはちゃんとくっついてるので、この辺りまでここをちゃんと接着したいと思います。水が入ってこないように。はい、ということで、まあそこの隙間からですね、水が入ってきてるじゃないかと思って、まだ隙間シール剤をですね塗って、で、まあくっつけると。これ多分新品のウェザーストリップつけるときは、まあああいったプチルテープみたいなやつでつけるんだと思います。で、5月に入りまして、まだ漏れとる、くそということで全然治りません。くそ、漏れとる、相変わらず漏れておりまして、
もう、はい、半年以上ですね。どうやらここから溢れてるっぽい。でまた今度はここじゃないかと思って解説しておりますが、この方に来るわけですけど、ここから溢れてた水がこの部分をこう伝って、まあ、いつもこの辺りに水滴がついているということで、うん、ちょっとここを今回、まあ、あれオープンにしてるんで、この状態あのクローズにするとあの白い部分とこの黒のゴムの部分がかさ上げしようと思います。くっつくんですけど、はい、でこれかさ上げですね、してやろうということで、両面テープをですね内側から貼り付けて、あの限界点を上げる。限界レベルを上げるという取り組みをしております。で結構な勢いで水を流してもちゃんと外に行くようになったので、まあこの仮説が正しければマシになるであろうと。でこれ5月また別の日なんですけど、これ全然別のとこまた解説しますが、結局治ってなかったんです。今度もまた無駄に解説しておりまして、でこの時は何をやったかというと、あそこに水が入ってですね、あの間を伝って、ウェザーストリップの下からこう出てきてるんじゃないかという疑いをですねかけまして、まあもうこのぐらいになってくるとだんだんやけくそなんですけど、あの、まあそこをシール剤でもうがっつり埋めてやろうということで埋めました。ちょっとだけ溢れてる、ちょっとだけ溢れてるとか言ってますけど、結局まだ治ってないですね、うん、漏れてますね。でも昨日一日雨だったのにこのぐらいだったらよしとしよう。まあ、だんだんもうポジティブになってきちゃって諦めかけてますが、梅雨に入りましてですね、結構な雨が降りました。でいろいろ対策をして、これまたサンモですね、発見したぞと、ここだということですね。一瞬で言うとちょっとなんかこの辺に何だろう、油塗ったろうかな、そうしたら水弾かないかな、ついにはとか思ってます。油塗ってやろうとか言っている自分がめっちゃ面白いですが、もう考えられることは大体全部やっちゃったからな。もうですね、何をやってもダメだということで、この辺触っても完全に投げやりでございます。ここに水があるわ。これだな。なんかね、これは結構発見したぞっていう気がしました。ああ、こっからこれだ、ああ、これだ、これだ、出てきた。これはですね、これだな、なかなか鳥肌もんでした。おお。なんで今までここ見なかったんだろうなって思ったんですけど、はい、これ雨上がりなんでこの水かチェックしてるんですけど、あそこに水が溜まってるんですよね。ってことはなんだ、このウェザーストリップがここから水が入ってきてるから、ここを全部ちょっと放水し直さないといけないか。どうやら原因を見つけたと喜んでですね、反対側を見に行きます。ここしっかりくっついてるもんな。まあ反対側やっぱりしっかりくっついてたんで、あ、外れた。はい、もうここのブチルというか、ブチルゴムで本来ではくっついているところを、まあ掃除してですね、まあ、今回大活躍の隙間シール剤を使って、はい、くっつけております。
まあこれでですね、あの部分から水がこう内側に入ってきてたんであれば、まあ、結局ここくっつけました。止まるはずですね。どうなるか、また様子見るか。まあもうこの頃だとだいぶ諦め半分なんで、あんまり期待もしてなかったんですが、8月にですね、雨が降りまして、さて雨漏りはどうだ。お、全然乾いてるやん。お、一個も濡れてないやん。雨漏り止まったか。念のためですね、何回もチェックします。ついにですね、完全に雨の侵入がなくなりまして、勝利宣言でございます。はい、ということで、まあ、約1年かけていろいろ直しました。で、振り返ってみると、まあ、これ一番最初の頃に撮ったビデオなんですけど、まあ、やったことで効果的だったのは、あの丸の部分の、パーツを徹底的に掃除しまして、下に点線のところに穴があるので、そこを歯間ブラシで掃除したりとか、いうことで水の流れを、まあ、本来流れて外へ出るべき水を外へやったということと、それから溝のところですね、あそこを、まあ、隙間シールで埋めました。で、これでまあ、あそこからもし入ってきてたんだったら、止まったと。まあ、これでもだいぶ軽減されたような気がしてます。で、あの丸の部分も、本来ならば、ブチルゴムの、シールでくっついてるべきところが剥がれてたので、そこを隙間シールで埋めてくっつけました。で、最後で、これが決定的だったのが、この丸の部分ですね。ここも本来、ブチルゴムでくっついてるべきところが、まあ、剥がれてたので、そこに隙間シール剤をつけてですね、接着したということで、これでですね、もうだいぶ大雨降ってますけど、完全に止まりました。まあ、結論これですね。はい。ですので、まあ、もしコペンでですね、雨漏りで悩んでおられる方いらっしゃいましたら、このブチルゴムが本来くっついてるべきところ剥がれてないか確認していただくと良いのではないかと思います。はい、本日もご覧いただきありがとうございました。